レスリング柴田三條。はい、どうも柴田です。今日なんですけども皆さんに発表があります。この秋柴田光組対レペゼン地球組で無人島で対決することになりました。はい、そんな感じです。そろそろね、お前無人島好きすぎだろっていうツッコミがどっからからか聞こえてきそうなんですけども、やりますよ、やります。9月もしくは10月にですね、レペゼン地球と柴田と光このチームでですね分かれて無人島で対決する、ことが決定しました。ルールは、どちらが先に無人島を脱出できるか、今回そのなんかカヤックとかカヌーとか、みたいのはこう持ち込んではいけない、無人島に落ちているものだけでイカダとか、まあ、なんかこう船的なものを作ってですね無人島を脱出すると。果たしてヒカルと柴田、もしくはこうレペゼン地球チーム、どっちが先に無人島から脱出して、まあ、その、本島にねつけるかっていう、そういうねタイムアタックの勝負をしたいと思います。もちろん妨害 OK、 相手が作ったイカダとかをぶっ壊しに行ってもいいし、まあ普通に格闘技でね、相手を怪我させてね、あもうイカダなんか作れねえよみたいな感じで相手をボコボコにしてもいい。とにかく、一番最初に無人島から脱出することができたら勝ちという、まあ単純明快なルールです。もちろん無人島にいる期間はですね、無人島にあるものしか、無人島で取れるものしか食べてはいけないと。だから、魚釣りを、するでもよし、森を作って魚を釣るでもよしなんだけれども、結局無人島で、そのイカダを作るまで何日間かいなきゃいけないわけじゃないですか。でその期間は無人島にあるものを食べなきゃいけないっていう、そういうルールですっていう感じで、結構過酷で、そろそろ気温も落ちてきて夜も冷えてくるんで火を起こす必要もあるし、まあ皆さんがちょっと見たかったであろう、朝倉未来の時全くやんなかったね、無人島サバイバルみたいな、火起こしやら、家を作るやら、魚を作るやらね、そういうのとか多分みんな見なかったと思うんで、結構今回はの企画はそれがっつりとした無人島サバイバル動画になると思います。はい、なのでですね、まあ近々撮影はもうする予定ですので、多分動画は柴田のチャンネルと、あとは光のチャンネル、そしてレペゼン地球のチャンネルでそれぞれ上がりますので、まあ、皆さんそれぞれのチャンネルの登録をよろしくお願いします。はい、そんな感じでちょっと大きな面白い、試合が決まったよっていう、そんな告知の動画でした。はい、そんな感じで柴田でした。バイバイ。明日は切らずにいられない。彼に弱み